おはようございます。皆さん、朝ですよ。起きてください。おはようございます。すごいですね。意外と集まりがいいですね。いや、いいことだと思います。素晴らしい。おはようございます。いいですね。すごい。起きてるね。日曜の朝だというのに。ありがとうございます。本当にね。うん。いやね、僕、昨日の夜ですね。まあ、シャムさんが復活されたということで、復活というかね、まあ、動画をね、新しく上げたということでね、急遽、生放送を撮らせていただいたんですけれども、やっぱりね、まあ、ニコ生も、まあ、悪くないなと。ニコ生も捨てたもんじゃないなとね、ちょっとね、昨日やってちょっと思ったんですよね。見やすい。動画も好きに見れる。コメントも、まあ、米秒開いてやるから、まあ、割かし見やすいと。そうですね。ちょっとこの実家のような安心感。で、僕、ちょっと最近ですね、何もやることがないと、朝ね、例えば日曜日の朝何か起きる、何もやることないなと。まあ、そういう方はですね、まあ、普通の人は、まあ、YouTube 見るかとか、なんかするかみたいなね、いろいろ思うと思うんですけれども、僕はちょっとね、配信に、ちょっとね、心を、まあ、やられてしまったというかね、配信というちょっとモンスターにね、心臓を捧げてしまったので、皆さんにとっての YouTube は、皆さんにとっての暇つぶし、皆さんにとっての暇つぶしは僕にとっての、そう、ニコ生、または YouTube なんですよね。僕は配信の鬼になるということをね、今年誓ったんで、僕今年の、まあ、抱負っていうものがね、あったんですけれども、配信の鬼になろうと。配信に心臓を捧げようと思ったんですよ。で、ちょっとアングル変わってないですか？ちょっとなんかこの、どうですか？このちょっと見下ろすような、斜め45度からこう見下ろすような、こう舐めるようなアングル。どうですか？この、微妙にアングルを変えてあるんですよ。ちょっとなんか、いつもよりも知性を感じないですか？どうですか？いつもより若干のこの斜めから見下ろすことによる若干の知性を感じないですか？まあ、部屋が汚いでしょうがない。むしろあれでしょう。だって一人暮らしのね、男の部屋がむしろ綺麗な方が俺違和感を感じると思うんだよね。そう、鍵盤もね、ほら見れるんだよ。見てよ。でもどうすんだ？もっと下にやった方が見えんのかな？それもええわ。あんまりね、やると、ほら。これはちょっと多少物足りないんじゃないですか？これはちょっと皆さん、なんか、ありがちなピアノ弾く人のアングルになってしまうじゃないですか。ちょっとこれ顔出し NG のやつになっちゃうんで。これでもう、なんだろうな、適当に。これで適当に、なんか、こんなの置いてしまったら、だから映んねえや。映んねえや。半身映らない。申し訳ない。トリエルの半身が不随になってしまった。申し訳ない。ってことなんですよね。まあ、これで、まあね、見れるっちゃ見れるんだけど、皆さんこれだとね、やっぱりまだ、皆さんの、需要に応えられないんじゃないかなっていう。一抹の不安が。そうですね。どうなんでしょうね。でも初めて来た人は別にこっちの方が逆に違和感を感じないんじゃないですかね。あ、おはようございます。ゆうえたと申します。いつもはですね、ピアノを弾いたりとか、まあ、弾き語りとかをね、させていただいてるんですけれども、
和骨です。あ、初見さん、初見さん、和骨です。あ、初見さん、和骨です。あ、ありがとうございます。あ、今日も来ていただいて本当にありがとうございます。あ、和骨です、和骨です、みたいなね、まあ、感じもいいんじゃないか。それでは、聞いていただきたいと思います。この世の終わりみたいな、インスタの投稿です。ぜひ聞いてくださいって言って、あの、初見の人を黙らかせたよね、のもいいんじゃないかなっていう。一気気の気、おまんこ一気気の気、おちんこ一気気の気、おまんこイキキのキーおちんこゆかり飲んでなくないウォーウォーゆかり飲んでなくないウォーウォーおっぱいマンコマンコちんこ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 コショパピュー舐めたら法華経おずこんばこずこんばこんちんげまんげみたいな感じでこの初見のね弾き語り純粋な弾き語りをまあ聞きに来た人をまあちょっとね蹴落としていくというのもまあ悪くないとそう朝おまんこどうですか皆さん。あの、朝にビールを飲んだりすると、なんかちょっと目が冴えたりするっていうのも、まああると思うんですけれども、どうですか朝に聞くおまんこは。皆さんいつもね、結構夜とか深夜とかにね、聞いてたりすることが、多いと思うんですけれども、どうですか寝て起きて聞くおまんこはどうですかモーニングコールとして聞くおまんこはどうですかいやーなるほどね。でもね、これで普通にピアノ弾いてたらちょっとね、それっぽく聞こえると思うんですよね。僕のちょっとクリーンな配信に、ちょっと手伝ってください。うん、こんな感じで例えばねまあアンダーテールのメガロバニアとかもあるんですけどほら手元だけ映してるとイケメンということでですね、今弾かせていただいたのは、アンダーテールというね、ゲームの、サンズ戦、メガロバニアというね、曲なんですけれども、いやー、いい曲ですね、本当に。僕もね、アンダーテール、最近ね、ちょっと、一通りですね、プレイ、させていただいたんですけれども、いや、本当に、いい曲、なのかなというふうに、思っておりますね。いやー、いいですね。いや皆さん、初見の方、ありがとうございます。初見の方、ありがとうございます。初見の方、本当にね、来てくれて、本当にね、嬉しいですね。本当に初見の方がね、たくさん来てくれるおかげで僕も、こうやってね、配信するモチベーションにつながっていくのかなということで、次は、聞いてください。おまんこが、壊れるやつなんですけれども、初見の方、申し訳ありません。おまんこが壊れるんです。はお兄さん許して、おまんこ壊れる。おまんこ壊れちゃう。はお兄さん許して、はおまんこが壊れるわ。はあ、お兄さん許して、おまんこ壊れる。おまんこが壊れるわ。はあ、お兄さん許して。
今日マンコ壊れちゃう、おマンコが壊れる、男の人に犯されるの嫌よ嫌よ、僕今日マンコ壊れちゃう、男が壊れる、噛んで、男の人に犯されるの嫌よ嫌よ、太いわ太いわ、お兄さんよろしく、壊れるわ、お兄さん許して、男の人に犯されるのにゃ嫌よ嫌よ、おまんこが壊れるわ、はい、初見の方、騙された人オツということで、でもね僕は思うんですよ、まあ騙すよりは、まあ、騙される方がいいんじゃないかなと残念、僕です、申し訳ありません。やっぱ慣れないね、なんだろうね、なんか普通の人だったらなんか顔を出すことが、なんかちょっとね、なんだろう、恥ずかしいとか、なんか特定されるとか、やって、やっぱり、普通の人はですね、あんまりちょっとそういうことに対して、やっぱりネガティブな感じだと思うんですけれども、やっぱ僕に関しては逆ですね。逆。出してないと落ち着かない。もう露出狂のね、やっぱりそういうメソッドだと思うんですよね。もう、出してないと落ち着かないんです。逆だ。しょうがない。出してないと落ち着かない。しょうがない。そうさ、気になったんだけどさ、ニコ生ってさ、同時視聴って確認できるの？要はさ、累計で、来場者数の累計が今何人ですよみたいなのってさ、見れるんだけど、あれ？これって同時視聴ってさ、見れたりすんのかな？俺、それ見れないとさ、ちょっとモチベーションが上がんないんだよね。ニコ生のさ、そう、ニコ生の一番、っていうかさ、配信で一番気になるところってさ、やっぱり現状じゃないですか。累計なんてどうでもいいんですよ。累計なんてもうさ、気づいたら上がっていくんだから。やっぱわかんないんだ、ニコ生じゃ。いやー、それモチベーション、だってさ、なんか、要は YouTube ライブだと、なんか取れ高みたいなポイントがあると、そこでね、瞬間最大風速というか、来場者数が、ちょっとふわって上がるんですよ。で、ツイキャスも YouTube ライブも、そういうのってあるんですよね。要は、累計者数と、今何人いるか。要はリアタイですね。リアルタイムで何人かっていう。そう。まあ、アクティブ、そう、コメ部のアクティブは見えるけど、それはあくまでコメントしているだけの話だから、コメントしている人だけの話だから、あんまり参考にならないんだよね。だって、ロム線はカウントされないから。うん。ロム線はね。そう、ふわっちですらあるんだから、そう、同説ね。あ、転校するか。よっしゃ、一番って意味わかんないでしょ、それ。視聴者を転校で番号で呼ぶとか、マジで意味わかんないでしょ。だって今1700人いるから、まあ多分大体今が、まあ今1700、800人ぐらいいるから、まあ14分で1800ってことは、まあ多分普通に考えて、
なんだろうね、同説で言うと多分半分ぐらい、多分800、900ぐらいなんじゃないかなって思うんだけど、うん、ほらもう早速かぶり出してるじゃん。どうせここにいるのはもうね、ホモガキの確率がもう跳ね上がってくるわけだから、どうせ11万、あ、違う、どうせ11万4514番ですみたいなね。うん、ほらもうコメントが数字だけになった。俺がビリビリ動画見た時と同じだよ、本当にあの。コメントが本当にね、なんだろう、なんか、よしことかさ山田陽生とかさ、もうほらそうなった俺がビリビリ動画視聴した時と全く同じ流れだよこれ、うん、山田陽生とかね、うん、よくないね、懐かしいね、今思えば懐かしいね、僕の、そう、あ、もう、いや、もう言えばもう言っちゃえばもう1ヶ月ぐらい前か、1ヶ月ぐらい前なんだね、うん、懐かしいね、思えば僕はそれでバンされました、うん、という感じですね。栄光の光聞きたい、栄光の架け橋だ、二度と間違えるな、そうそう、俺がね裸でピアノ弾いてるの見てよしこっていうねコメントがあったねよしきでもないっていう、ちょっと待って、喉飴を取ってくるわ、最近ね、あの龍角さんもそうなんだけど、龍角さんもいいんだけどね、最近これにハマってて、朝だめ知ってますか、これ商品レビューじゃないですよ、これやるとまあ中身にね、こういうなんかちょっとなんだろうね、魚類の爬虫類の卵みたいなのが、たくさん入ってるんですけれども、これをねまあ2粒ぐらいいただきましょうか、これいただきます。朝ダメはいいんですよ。その喉の痛みとかね。まあ、正直美味しいか美味しくないかって言われると、まあ、そんなに美味しくないんですけれども。まあなんだろうね。喉をね、いたわるものにとって美味しさじゃないじゃないですか。良薬口に逃がし。良薬口に逃がしという言葉もありますけれどもね。まあそれもいいのかなと。ビックスあんま好きじゃないんだよな。あの、シゲキックスみたいなやつでしょ。うん。